はい、マコネの M キャストです。こう、前回放送分のを聞かれてる方は知ってるはず。ただね、街をブラブラしながら、久しぶりに街中をブラブラしながら、思いつきで発信してます。しかも2本撮り。さっきまでは SNS の話で盛り上がったんだけど、今日はこの配信を、この内容を喋るために街に出てきたわけですよ。なので、今日は何を話をするかというと、これ配信がいつになるかわかんないけど、ちょっと前にですね、今日のアウトプットの3、シーズン1の3本目、そう、003の中で、日本ダイエット健康協会が提示するダイエットの定義とか概要とかっていう話、あと目的っていうような回があったのよ。その中でね、ダイエットの大前提として、ダイエットは食に困らない食に困らないってことが大前提だって書いてあったのね。で、それを見て私は読んでね、まあ、自分で16時間断食始めてみてさ、まあ今で50日目ぐらいかな。そうで思うに、その大前提おかしいとかあかんとか思ったわけよ。おかしいとかあかんとか思ったわけ。まあそれについて、まあ、あそこはね、日本ダイエット協会の適度に沿った話をするところだから、まああそこでね、ズバッとさ、それおかしくないなんていう話はちょっとできないかなと思って、今日、じゃなくて、M キャストで しますね、なんて話をしてたの。で、それが、まあ、これ。そう、確かに当たり前なんだよ。食べなければさ、ぶっちゃけね、食べるものがなければ生きていけないわけだし、食べなければ、過剰に食べなければ、確かに太らないんだよ。それはそう。そう。だから、食に困らないことが大前提。って言われば、まあ、半分は理解できる。でも、食に困ってるからこそ、太る人たちがいっぱいいるっていうことを、無視しているというか、気づいてないかっていうような論調に聞こえちゃうの。そう。それで、今日お話するのは、もしかしたらね、これを聞いてどういうことって思う人もいっぱいいると思うよ。だって、身近にそういう人たちがいなければ、気づかないだろうし、自分も知らなければ、自分もね、そういう経験がなければ、なおさら知らないだろうし、まあそんなわけで、食に困ってるからこそ、肥満症に陥ってしまうっていうのはどういうことってお話を今日はしていきます。今日はね、もしかしたら、熱い話になって、でっかい声早上げて喋ってるかもしれないけど、まあね、まあ、慣れって怖いもんでさ、街中歩いてて、ポッドキャストの収録しながら歩いてても、まあ、慣れてくるとね、もう全然平気でさ、普通に喋ってます。まあ、そんなわけで、本題に入っていきたいと思うんですが、まずね、今日の話の大前提として、太らない、人間の体に、必要な太らない食べ物を取り続けるっていうのは、今現在、まあ、田舎でさ、自分で農業やってたりしない限りさ、非常にお金かかる。ものすごくお金かかる。わかるよね。つまりどういうことかというと、無農薬とは言わないよ。無農薬が本当に正しいとも私は思ってない。そう、完全農法は絶対正しいとも思ってない。そう、有機農法がある闇の部分も喋らないけど知ってる。だから、絶対的な答えがそこにあるかっていうわけじゃないけども、そう、人間の体に害がない、害が少ないものを選んで食べるっていうことは、ものすごくお金かかる。それは事実。うん。
自分家の畑で、ね、野菜はいくらでも取れて、畜産もねやってて、まあ自分家で自給自足でさ、ある程度賄える点だったらちょっと話は違うよ。でもさ、自給自足で何でも賄える生活しようと思ったら、ものすごい時間のコストがかかるわけじゃん。時間的コストが。そんなに今、みんな時間に余裕あるかい？久しぶり、あれ？そう、余裕ないでしょう。そう、かといって、ものすごくさ、お金がいっぱいあるわけじゃなくて。だからこそ、限られたお金の中でやりくりをして、生きてるわけじゃない、みんな。まあ私もそうだし、そう、大半の人がそう。まあそういった中でさ、本当に、自分の体っていうか人間の体に必要なものをしっかりとって、健康的な生活をするっていうのは、ものすごく難しい。そう。逆に言えば、お金に余裕がない人たちにとってみれば、もう本当、絶望的なぐらいできない。うん。そう。まあ私もね、何でもさ、M キャスの中で話してるから、まあ今更、またみたいな話だけど、本当、3年ぐらいさ、ほぼ死んだと思われてるような、どこで何してるか全然わからないって感じの SNS 立ちをして、消えてた生活をしてたからさ、なんとなく、わかるというか、まあ、そもそもね、積極的にお金を生み出すのが嫌いなの。私がさ、積極的にお金を生み出すのが嫌いって言ってるからさ、いつまでも経ってもさ、お財布事情が、しんどいんだけどさ、わかるよ。私の潜在意識のパワーはすごいからさ、私が思い込むと必ずそれは実現してしまう。だから私がさ、お金を儲けるのが嫌いって思ってるうちはいつまで経ってもお金に余裕がないっていうのは、まあそういうことなんだよ。まあそれでもさ、まあそれでもね、まあね、今現在さ、まあ16時間断食できてるわけだから、まあ16時間断食にリソースを全部そっちに傾けてしまえば、まあできないことはない。そう、まあそんな裕福でもないしね。杉本農場のおかげで本当に野菜はさ、なんか食べれてるし。そう、まあそういったさ、まあ特殊な環境であれば、まあリソースをね、そっちにバッて割いて やれないことはないけど、でも普通はさ、ね、普通の生活の中で生きていく上にあたって、ダメだな、ここはうるさすぎるな。そう。リソースが割けない、そういう中で、大通りに出てきたらね、周りがうるさくてさ。そう。中で、まあ、自分の体に健康なものをしっかりとっていこうってなると、それは難しいよ。そう。だって私お金かかるもん全部捨てたもん。そう。可能な限り、もう、シンプルなさ、ミニマルな生活に切り替えたもん。だからこそ、わずかばかりの収入でも、こうやって、16時間短期できてられるのよ。で、そうじゃなかったら、どうかっていう話をしていくね。そう。考えてみて。そう。お金があろうがなかろうが、お腹減るでしょ？減るよ。誰でも。そう、私だってさ、今歩きながらお腹減ってるもん。そう、まあ私はさ、もう16時間断食の時間過ぎて今食べれる時間なんだけど、今日は朝からずっとパソコン触ってて、朝ごはん作るのもめんどくさくてもう朝ごはん作るのもめんどくさくて、まあいいや状態でさ、そう、まあ今日は一食でいいやみたいな感じでうろうろしてるから、まあ、こんなにお腹減ってるのは、まあ、自業自得なんだけどさ、誰でもお腹減るわけよ。ね。お金お腹減るから、まあ、お金があろうとなかろうと何か食べるよ。じゃあ、お金がない中でお腹減って何か食べようと思った時に、どういう選択をするかと言ったら、さあ、安くていっぱい食べれる選択をすると思わない？するよ。いや、絶対するよ。なるべく安くて、お腹いっぱい食べれる選択をするとしたら、どういうものを考えられる？を、無農薬だろうが、有機農法で作っただろうが、
しっかり生産者が見えるもので、いいものって言ったら言葉が語弊あるけども、まあ、健康にいいだろうっていうものは、まあ、みんな高いよね。そう、普通よりは2割3割ぐらい高い、場合によってはさ、まあ、何倍もするものもあるよ。うん、まあ、そういったものを選ぶお金がなくてさ、でもお腹減って食べたい、お腹いっぱい食べたいっていう時に、そう、お金がなくて、お金がないってストレスを、一番さ、簡単に紛らわすこと、方法は、お酒を飲むかお腹いっぱい食べるかなんだよ。そう、ストレスを発散できる最大のものは、お腹いっぱい食べるか、お酒を飲んで寝るか、しかないわけ。そう、となると、お金がない、お金がなくて、お腹が空いた中で、考える選択はさ、やっぱり安くて大量に食べれるものを選択するわけ。そうするとさ、必然的に同じものでも安いものになっていくじゃん。じゃあ安いものは何かって話をしていくね。うん。安いものは何かっていうと、大量生産されたものだよ。そう。まあ、いろんな方法で大量生産する方法はいっぱいあるけど、それは自分で調べてね。そう。うん。まあね、普段ね、ダイエットウォークの中で話すんだったらいいけど、ここら辺はね、人がいっぱいいる中だからさ、そう、街中はね、まあ、制約いろいろあるんで。そう。まあ、それで、はっきり言えないこともいっぱいあるんだけどさ、うん。だから、そう、安いものは大量消費の中で作られて、大量消費を、大量生産する中には、やっぱりね、あらゆる方法、もういろんな方法で研究され、安くて大量に作るものができてるわけよ。まあ、いろんなものを混ぜ込んでね。そう。それが果たして体に全部いいものかったら、いや、そんなこと全然ないわけ。そう。まあ私はいいか悪いかちょっとよくわかんないけど、例えば遺伝子組み換え食品なんかもそうだよね。そう。うん。大量に作るために生み出されたものだったりするわけよ。そう。合成食材とかさ。そう。だからそういったものを安いからっていっぱい、買って食べてると、やっぱね、そういう味覚になっていくの。味がもうわかんなくなっていく。っていうのは、味がわかんない方が、味がわかんない人が世の中にいっぱいいる方が、商品売れるんだもん。そうでしょ？そう。私はさ、今自分で自覚してさ、天然自然のものを中心に食べてるよ。そう。杉本さんのおかげもあって。そう。でもね、わかるよ。昔からさ、そうだったんだけど、自然で天然なものを中心に食べていくこと思うと、味はすごい薄いの。で、すごくね、微妙な味の、いろんな味が重なってて複雑なの。そう。逆に、天然じゃなくて、合成的に作られたものは、味が濃くてね、はっきりしてて分かりやすいの。だからね、極端に言えば、安いものの方が味が明確で分かりやすいだけに美味しく感じちゃう。特にそれに慣らされて味覚がもうバカになってる人たちはそう。うん。だからさ、味覚バカになってる人がいっぱいいるほど食品メーカーって売れるわけよ。いっぱい。うん。そう。で、そのいっぱい売れるものの中にはいろんなものが入ってる。事実。うん。まあ、それでね、お金がなくて、お金がないけど、いっぱい食べたいっていう話に戻るんだけど、そう。となれば、やっぱり大量生産されて、安いものをいっぱい買うじゃん。買うよ。お金がなければ。で、ストレス発散のために、やっぱりいっぱい食べるよ。そうするとどうなるかというと、どんどん体の中に、いろんなね、毒素が溜まっていきの、塩分が溜まっていきの、体がブクブク脂肪をためーの、どんどん肥満化していくと。そう。つまりね、確かに食べれば太って、食べることが大前、食べたから太ったんでしょってやればそうなんだけど、いや、お金がないから太る食材しか食べれなかったっていうのが本当の人っていっぱいいるの。事実の人っていっぱいいるの。
そう。まあ私もね、多分そうだったよ。うん。だってリソースをさ、まあ、ちょっと映画の話になるけど、映画を見るために自分の持ってるお金っていうリソースをほとんどそっちに吸い込んで、毎日毎日、安い、100グラムいくらみたいな感じの、うどんばっか食べたもん。しまいにはさ、もう麺つゆを買うのも、もうもったいなくて、1キロ数百円みたいな、1キロ数百円の塩をかけて、毎日うどん食べたもん。そう。それで、もうそれしか食べないの。そう。だからさ、栄養偏りっていうのも偏りまくりみたいな。そう。まあ、そんな極端な人もいるわけで、だからこそ、現代におけるね、ダイエットの概念の大前提としては、まあ、決してね、お金が、食に困らないからっていうだけでは語り尽くせなくて、お金がないからこそ太ってしまうっていう人が世の中にいっぱいいるってことを、日本ダイエット健康協会のテキストだからこそ、少し触れてもらいたかったっていうのは、私はね、すごいあれはね、読みながら思ったんだよ。もしかしたらね、私発行年度よく見てないからなんだけど、ちょっと前のね、データに基づいて作られてるのかもしれない。うん。まあだからさ、状況が変わってきて、そうなってきたってことで、テキストに書いてないのかもしれないけど、まあそこら辺はね、心を大きくってか、声を大にして言いたいところだよね。まあ私がさ、日本ダイエット健康協会のインストラクターになりたいっていうのは、表面上のダイエットの情報がやっぱ多いよ。YouTube も。そう。まあどういうことかというとさ、YouTuber の人でね、ダイエットの投稿してる人とかさ、まあもちろんアクセス数取りやすいコンテンツなんだよね。そう、何々を食べるとどうなるとか、何々は1日どれくらい取るといいとかっていうのは、まあ作りやすいし、情報もいっぱいあるし、コンテンツとしては作りやすい。そう、で、見る人もいっぱいいる。だからこそね、いっぱいさ、同様の情報を発信してる人いっぱいいるんだけど、なんだろう。やっぱね、飽和状態なわけ。そう。かといって、ダイエットの真実について語ってる人もやっぱりいっぱいいるの。ただね、そういう人たちは顔出してるわけじゃなくて、そう、東方さん系列の配信をしてたりするわけ。だからね、私はダイエット健康協会のインストラクターを目指して、なるに、にあたって、なんか、私らしい経験者だからこそわかる思い切った発信ができるような、YouTube にしていきたいなと思ってるわけ。まあ、そんなわけでね、今日は、まあ、街に出て、久しぶりに街に出て、お話ししました。どれくらい喋ったんだろうな。20分くらいだね。まあ、M キャスだから、まあ、いいかな。この話題はね、いずれまた掘り下げてというか、話すかもしれない。うん。ただ、まあ、先々の問題だよね。うん。まあ、そんなわけで、今日は、M キャス、ちょっと、ダークマコじゃなくて、本音のマコチンでお話しました。そんなわけでね、皆さんまた、本編の方、今日のアウトプットの方も、朝のダイエットウォークの方もご視聴よろしくお願いします。またね。